では続いて、使い捨てカイロさんからです。高速で言うと明けましておめでとうに聞こえるアニメタイトル大会。さあこれちょっと皆さんもやっていきましょうね。わーっとね、早めに早口で言うと明けましておめでとうございますに聞こえる、アニメの大会。バカだなこれ、ほんとこの大会ね、コメントの方もぜひお願いいたします。まあ俺が考えたのはやっぱり、あの夏で待ってるね。ああもうね、あの夏で待ってる。遠いかな、ルガーな。新年アクエリオンエボル、アクエリオンエボル、ちょっとルがね、まあ、で一番やっぱり本命なのはあれかな、ね。新年明けまして、あの日見て花の名前を僕たちはまだ知らない。あの日見て花の名前を僕たちはまだ知らない。どうね、ああ明けましておめでとうございます、明けましておめでとうございます、あの日見て花の名前を僕たちはまだ知らない。長えな、結構難しいぞこれ、ね、なんとかならないからね。ちょっと今ちょっとコメント欄の知恵も借りたいです、ね、今ちょっとだけ ね、新年、明日のナージャ、明日のナージャは明日のナージャだな。新年、アイドルシブン、あー遠いなこれ、なんかこれ正解、この人の正解あんのかな。新年愛より青し、完全に愛より青しにしか聞こえないね。あーね、今ちょっとね、さすがにちょっとここはコメント欄の知恵を聞いてちゃんと発声したいんですけども、アイカツスターズ良さそうですね。新年アイカツスターズありがとうございます、ね、と同じですね。ありがとうございます、ありがとうございます。アイドルマスターズの暮らしは、あ、アイドルマスターズの暮らしはちょっといいかもしれない。新年アイドルマスターズの暮らしは、やっぱり本当にどうもありがとうございましたに聞こえるね。むしろ俺今そっちが楽しいもんね。本当にありがとうございましたとアイドルマスターゼノグラシアが似てることの方が俺なんかちょっと嬉しい。いやー今日本当に皆さんお集まりいただきましてね、本当にもうアイドルマスターゼノグラシア。そうですね、もうアで始まれば大体は力押しできるということが分かりました。ありがとうございます。